職場の自称九州男児、出身は違うが、進学先が九州、以降クズ男は、飲み会になると一気飲み、ボトル飲み強要する。さすがに、近年コンプライス関係の業務命令出てからは、露骨なセリフ、一気しろ等は言わなくなったが、勝手にグラスに足したり、ひどい時はグラスに手を添えて、無理飲みさせたりしていたらしい。らしい、というのは、クズ男は、卑怯にも立場が弱い新人や、直属の部下を狙ってやっていたので、上司や同僚は知らなかった。私も、他の後輩経由で知ったので、次の飲み会までに後輩数名に根回しして、一見離れてるけどすぐ移動できる位置に、私と体育会系先輩とスタンバっておいた。その日も体質的に飲めないという新人に、無理飲みさせようとしたので、泥酔のふりした私と先輩でテーブル乱入。先輩が結構強い口調でたしなめるもよって気が大きくなっているのか。男として、社会人として酒くらい飲めないと、キリッとか言っちゃうクズ男。私も気が大きくなっちゃってるしいいやって感じで言っちゃいました。クズ男さんすげえ。新人くん飲んだらやばいって言ってるのに、飲んでなくなったらどうするんですか？あ、責任取る。取っちゃう？だよね。だって、新人くんなくなったら、絶対クズ男さんの責任だもんね。クズ男も何回言い訳してたけど、聞こえないふりして全員に見えるように。こうやって無理やり飲ませてるし、モノマネ。クズ男さんマジキでっけ。人が亡くなるのに、責任取っちゃう。賠償金いくらになるの？一括？分割？すげえ金持ちいい。のあたりで、他の人が新人くんの給与、ボーナス、昇給などを誰かが計算してくれて、何億何千何百万と飛んで6万数千円という結果が出た。最高にテンション振り切れていた私は、クズ男さんお金持ちいい。羨ましい。端数でいいからちょうだい。全部じゃなくていい。ちょっとだけ。端数の6万ちょっとでいいからあーと、くれくれママかよというくらいの熱の入りでおねだり。先輩が、新人くんと違って、クズ男くんは男見せるよな、と煽ってくれて。見えっ張りクズ男は、結局十数名の飲み代を支払う羽目になった。それ以降、クズ男は、私や先輩から遠く離れた席に座るようにして、アルハラを続けようとしたが、上司も含めて、他の目も厳しくなり、クズ男も、嫁に、散財の理由を知られたらしく、離婚問題が出ているらしくて、飲み会自体に出てこなくなった。